はい、皆さん、こんにちは。バルセロナサッカーの取材をしています、高田純です。今回なんですけども、また一つですね、フットボールにおける、便利なアクションをですね、皆さんに紹介していけたらなと思います。で、まあ、もう少しちょっと前の話になってしまうんですけども、バルサのね、当時のブスケツが、まあ、バルサをいよいよもう、昨シーズンから退団してしまって、まあ、今またメッシとね、マイアミでプレーしてるわけなんですが、まあ、僕自身もですね、やっぱりすごい大好きな選手の一人で、まあ、それこそやっぱり僕なんかこうバルセロナに来た理由っていうのは、やっぱりこう当時のね、スペイン代表ワールドカップ優勝した世代だったりとか、やっぱりこう黄金時代、まあ、ペップのバルサを見ながらこう生きてきた、まあ、なんていうのかな、フットボール人でもあるので、やっぱりその中心にこうプレーをしていたブスケッツっていうのが、やっぱり実際こうバルサを離れるっていうニュースは、まあ、かなり結構こう、まあ、時代を感じたわけなんですよね。で、まあ、それこそなんかこう、まあ、ネイマールが退団して、なんだ、シャビが引退して、イネスタが退団して、メッシがいよいよ退団して、で、まあ、その後、やっぱりこう、僕もこう、バルセロナにね、住みながら、こう、カンプノに足を運ぶ理由って、やっぱりこう、ブスケッツを見たいみたいなところが一番にあったわけなんですよ。またやっぱりこう、指導者としてね、本当に彼からこう、学ぶコンセプトというか、アクションってすごい多いですし、実際にこっちのスペインのバルセロナの指導者学校の先生とかも、やっぱり何かこう、戦術的なアクションの、例をね、出すときにやっぱこうブスケッツのプレー集を見させたりとか、まあ、それこそ育成年代の子供たちとこうミーティングするときもこうブスケッツのプレーを見習いみたいなね、そういったフレーズって結構鉄板にあるんですけども、やっぱりそのぐらいこうインテリジェンスですごいこう、目立たないんだけども、やっぱりこうサッカーを知ってる人間にとっては、ファンになるというか、そういった選手だったじゃないですか。なぜですね、まあ、今、こう冒頭でブスケッツに触れたかというとですね、今日紹介していく、まあ、一つアクションなんですけども、っていうのが、やっぱりこう、まあ、ブスケッツ、まあ、ブスケッツ以外にもそれこそジョルジーノとかね、まあ、いわゆるこう中盤のゾーンで、中央のゾーンでこうプレーするような選手っていうのは、より使うアクションっていうところなので、まあ、最初にブスケッツと触れたんですけども、まあ、本当に今日見ていくアクション、紹介するアクションをですね、まあ、選手の方、見てる方もこう習得さえすれば、まあ、もしくは指導者も子供たちにね、こう伝授することができればですね、まあ、それこそこうプレスをかけてきているディフェンス、ワンラインだろうが、ツーラインだろうが、3人だろうが、4人だろうが、まあ、こう一気にこう一撃に、ね、プレスを回避というかね、超えていくようなこう一つ便利なアクションになってますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなというところなんですよね。はい、ということで今回の動画タイトルこちらですね。ブスケッツが大得意、中盤のプレイヤーが、習得必須なアクション、パスコースを隠すとは。というところ、まあ、このタイトルに沿ってですね、今日、紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。はい、ということで、時代中身に入っていきますけども、今日の動画で紹介するアクション名ですね、もうタイトルにも出た通り、このパスコースを隠すというところになります。まあ、以前、こちらのチャンネルでもですね、動画内、シュートコースを隠す、まあ、エンバペがすごい得意だよっていうところで紹介した動画ありますので、まあ、同時にご覧いただけたらなと思うんですけども、アクション自体は、至ってシンプルですというところ、名前の通り、やっぱりこう、相手に対して嘘のパスコースを、まあ、提示しながらね、嘘のパスコースの情報を与えながら、自分自身がもしくはチーム自体がこう前進したい方向へと、パスをつないでいく。まあ、ここっていうのはこのパスコースを隠すとかなんですよね。で、実際この後どういったアクションか見ていきますけども、あ、このアクションかっていう方多いと思いますし、あ、なかなかこのアクションわかるんだけども、何かこう名詞化というかね、言葉をこう作れてなかったみたいな方も多いと思いますので、ちょっと一つ一つ見ていきたいなと思うんですけども、まあ実際スペインのこのバルセロナの育成現場でも結構使われているアクション名でありまして、このパスコースを隠す、まあアクション名というかもうフレーズなわけなんですけども、いわゆるこうエスコンデールエルパス、パスを隠すっていう表現だったりとか、ちょっとまあ動詞が変わって、これアマガードって騙すって意味なんですけども、こうパスを騙す。だったりとかね。まあ、こういった表現が実際こっちの現場でもされていますと。もうなんとなく想像されている方も多いと思うんですが、一応どういったアクションのことを指すかっていうところ、こちらの動画を 見ていただけたらと思いますので、一度見て、ご覧いただけたらなと思います。はい、ということで、まあ、どういったアクションか、もう皆さん分かったところで、実際に、パスコースをじゃあこう隠していく際の3つの重要ポイント、この、コンセプトっていうのを達成するために、まあ、押さえておこうねっていうポイントを3つ順番に見ていけたらなというところですね。こちらに3つ書いてますけども、まず1つ目がオープンの選手に対してパスを出すような体と顔の向きを作ると。で、この体と顔の向きをやっぱりこう、準備させるためには、ここにも書いてますけども、もう隠しパス、このコンセプトっていうのは、もうコントロール、意図的なコントロールの時点からスタートしてるんだよっていうところですね。ちょっとこの後見ていきます。で、二つ目が、体の向きによって嘘のも情報を与えて、相手選手間、相手と相手の距離感を広げる。ここがすごい大事ですよね。で、三つ目が、足首と股関節の調整。まあ、割とこう、ちょっとこう、身体的キーファクターって定義されますけども、に当てはまるかなと三つ目は思います。まず一つ目、ちょっと順番に見ていきますが、一つ目、幅を取る選手に対する、この体と顔ですね、の向きっていうところなんですけども、
先ほど少し言いました、このアクションというのはあくまでもこうパスを出す前の時点ですよね。意図的なコントロールからすでにもうスタートしているっていうわけですよね。やっぱりこのテクニックアクションでよくわかりやすい例として挙げられるのが、ボールキープのアクションで、ボールをキープするってあると思うんですけども、もうボールキープなんで、ボールをキープしながら、ね、ボールも運ぶし、時には相手をかわすし、ね、そういったいろんなこうテクニックアクションが交わってくるわけじゃないですか。何が言いたいかっていうと、このパスコースを隠すってアクションに関しても、すでにそのパスをする前に自分がボールを受けた際のコントロールからもうスタートしてんだろうって、ここのマインドがすごい大事なんですよね。で、これ、以前のね、シュートコースを隠すの際に多分触れたと思うんですけども、前提理解として、やっぱりこうフットボールのスポーツって、やっぱりこう相手、対立するディフェンスっていうのは、もちろんボールを保持者側にとっては目の前に対立する物体、まあ障害物みたいなもんなんですけども、ボール保持者自身がの使いようによってはうまく活用することさえできれば、まあある意味こう対立する障害物なんだけども便利なものに変えられるっていうところですね。ここっていうのはフットボールに対して相手と自分の関係性の話をするときにすごい大事なマインドになるわけですよ。で、こちら一つまた違った図、画像ですね。用意してますけども、これ僕が、一昨年かな、もう、に指導していた、バルセロナ実際育成年代の、アンダー13のチームの一コマなわけなんですが、まあ、この試合の少し話をすると、これ、まあ、センターバック、左サイドバックがこう、まあ、持ってるわけなんですけども、ボールをね、ビルドアップで。事前のスカウティングの段階で、この相手のウイング、ね、赤色のチームのウイングが、幅を取った、我々の、左サイドバックに対してこう誘導されやすい、誘発されやすいという情報を得ていたので、まあ、1週間の準備の中でこう左センターバックの選手に対してあえてこうボールを循環する際にコントロールをオープンすぎるぐらいに意図的にコントロールしろ、ここからスタートしてるわけですね。しろっていうキーファクターを与えながら、こうパスコースを隠すっていう今日紹介したアクションというのをこうチーム内で言語化してトレーニングしたんですよ。で、まあ、それがもうパッとはま、ズバッとはまってですね、このスカウティングの情報が。こう、実際に相手が誘発された時に、このパスコースを隠す、相手に対して、こう、ウィングに対してパスコースを騙して、中に、ポジショニングを、動的に移動した、左サイドバックに対して縦パスをつけたっていうシーンですね。なので、話を戻すと何が言いたいかっていうと、このように、この与えるキーファクター、ね、前、中、後に分けるって話いつもしますけども、この前の時点でこのパスコースを隠すってアクションはもうすでにスタートされていると。ここっていうのがまず一つ目の大事なポイントになります。で、二つ目のこの嘘の情報を与えて、相手の選手間を広げるっていうのはどういうことか。ここちょっと見ていきますけども、先ほどの少しブスケッツの、例に戻りますが、これ静止画ですけども、この体と視線の向きによって相手を騙すこと、これは皆さんも十分に理解できると思うんですが、ここで重要なことっていうのは、じゃあそれによって騙したことによって縦パスをつけるため、通すための十分な相手と相手の選手間を広げてパスコースをしっかり生み出せているかどうか、ここっていうのを認知すること、これがすごい大事なわけなんですよね。このシーンにおいても、じゃあブスケッツが相手を騙すとね、そういった一連の流れができたとしても、じゃあこの図みたいに相手の左サイドバックと左センターバックの選手と選手の選手間、ね、が広がってるってことをしっかりと認知できてなければ、縦パスをつけることもできない。もしこれがじゃあ認知できずに、思っているより選手間の距離が広がってなかったら、このパスを通すこともできないわけですよね。ここっていうのがすごい大事になっていきます。確かにこの認知を、じゃあどれぐらい選手間が広がったのかって認知するのって、ね、このアクションで先ほども言った通り、この体と視線は外に向けてるわけですので、なかなかこう認知横目で見にづらい部分もあるんですが、この距離感を把握するっていうのは、まあちょっと、確かに難しいんではあるんですけども、こう量を重ねて、まあ、ある意味こう感覚的にねトレーニングしていけば十分に習慣化できる部分かなと思ってますので、まあ冒頭も言った通りやっぱり小学生年代からね、ここのスキルっていうのをつけれるとすごい便利ですよね。ここまでずっとブスケツの例少し多くなってますけれども、このアクションっていうのはね、先ほどまあ僕が指導していたアンダー13の例で、チームの例でもありましたけども、実チームのこうビルドアップ時においても相手のハイプレスをかけてきた相手を対するときになかなかこうパスコースが見出せない際、ね、ワンツーマンでプレスかけたときに、パスコースが見出せずに前進が困難になっている場合っていうのも、このパスコースを隠すってアクション、非常に便利なアイテムなわけなんですよね。まあ、ここに一つ、当時まだバルサにいたピケの例を出してますけども、このような感じで、こう、前からハイプレス、ベティスかけてきてますと、で、ワンツーマン気味でなかなかパスコースを見出せないときに、こういった状況打開のために、まあ、本当にこのパスコースを隠すなんてミクロなこうソリューション、ね、テクニックアクションに近い部分なので、こういったことを利用して選手間、この左ウイングと前に来ているフォワードの選手間を広げて縦パスをつけると、これ結構ピケやってましたよね、得意ですよね。はい、これっていうのも
全然可能ですということですよね。違う例は同じ試合ですけども、左サイドバック、またこれもね、ジョルダルバまたもういないですけども、左サイドバックのジョルダルバもよく使ってました。特に当時、ソアレスなんかが結構落ちてくるタイミングが絶妙だったので、ソアレスに中に縦パスをつけるために、あえてこう外向きにね、ボールを持って、相手のこう2列目に構えているプレスラインの間隔を広げてですね、縦パス斜めにダイアゴナルにつけるみたいなね、よくありましたよね。こういった別にサイドレーンにおいても、前進を試みる際にこう選手間を広げるための一つソリューションになるので、ぜひですね皆さんも使ってみていただけたらなと思います。はい。でまあこのアクションに関しては皆さんも多分普段よく行われるであろう、こうロンド鳥籠の中でも十分にこうトレーニング可能でありますので、以前にもねこのチャンネルでもこうロンドンにおいてこうギャップを通せってよく指導者言うんですけども、じゃあそのギャップを通すための方法ってどれだけ僕ら選手たちに教えてあげれてますか、具体的にっていうところで、ロンドンのギャップを通すための5つの方法っていう動画もね、こちら別で上げてますので、まあ、そういった際にもですねこのギャップを広げる、まさしく今日の話で言うことの選手と選手の距離感を広げるってところですよね。のためにこのパスコースを隠すっていうところ、このロンドンでも十分にこうトレーニング可能な部分でありますので、重ねてご覧いただけたらなと思います。はい、ということでですね、今日は、ブスケッツが当時、まあ今もね、まだ元気ですけども、こう、大得意としていた、このパスコースを隠す、騙すってアクションについて、紹介させていただきました。まあ、サッカー好きの皆さんならば、絶対一度は見たことあるアクションと思うんですが、冒頭でも言った通り、なかなかこう言語化できてなかった部分だったり、じゃあ実際にね、これを彼らに落としていく、もしくは選手の方がこう体現していくときにどういったことを意識したらいいのかっていうところを今日ちょっと整理しながら見てきましたので、ぜひですね参考になることがあればということで、今日はここまでにしたいなと思います。はい、ということで、今日もありがとうございました。また次の動画もですね、こう有益な情報を皆さんに発信できるように、努めてまいりますので、また、お時間ある際にご覧いただけたらなというところで、はい、皆さんありがとうございました。またチャンネル登録の方ですね、下に書いてありましたらよろしくお願いします。それではまた。